元々は世界雑誌の編集から、まあ、コンテンツの現場までいろいろなサイトのプロデュースをやってまして、まあ、かれこれ8年ぐらい、はい、アトアップネットワークの西山と申します。会社のメインは公式サイトで今、16かな、サイトを運営してます、まあ、そのスピード感たくさん更新していくっていうのはまずそんなサイトの必須です。そしてちょっとトラフィックがなってこないので、ユーザーインターフェース、そのサイトなりコンテンツを楽しむお客さんっていうものにいかにその限られたインターフェースの中で、楽しんでもらえるお膳立てをする。あとモバイルだとやはり一番大事なのは臨場感であったり、そのなんて言うんですかね、リアルタイム性ですよね。そういった部分が非常に大事なので、あとの業務に対して特化したシステムを使うと、そのシステム自体がその自由度の面でいろんなボトルネックになるし、逆にそもそも、まあ、の自由度を非常に与えたシステムを入れてしまうと、その制作の手間、生産性の低さというのが出てしまって、あとはそれもネックになる。その辺のバランスを作っていくというのが非常に難しいです。運用側の使いやすいようにカスタマイズするというのが、まあ、他の CMS だと、まあ、要は最初からもう仕様がガチガチに固まっているものが多いんですけど、まあ、そういった時空のカスタマイズ性というのは、まあ、非常に、まあ、他の CMS と比べても特筆すべきところが、15ぐらいのサイトを軸上で、管理運用しています。まあ、やはり、まあ、運用が楽ということもあって非常に会員層なのでいい。ジークを導入して以降のサイトというのはジークというものがある、このプラットフォーム上でできるからこういうサイトが比較できるという、これがなかったらそもそもそのサイトが存在しなかった、ジークを導入した価値というのは非常に高かったというふうに判断します。